話を使っても構いませんか？電話を使っても構いませんか？電話を使っても構いませんか？ええ、どうぞ。ええ、好啊、可以啊、どうぞ、请用。可以、请用。请跟自己老师念过一遍。ええ、どうぞ。ええ、どうぞ。ええ、どうぞ。请看第十个例题。すみません。さっき、帰っても、構いませんか？すみません。不好意思、很抱歉。さっき、先、帰って、是、帰る、帰ります的提醒。帰って、回去。帰っても、構いませんか？可以回去。不好意思，可以先回去吗？请跟自己老师念过一遍。すみません。先帰っても構いませんか？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 はい。いいですよ。はい、好的。いいですよ。可以啊。好、可以啊。请跟自己老师念过一遍。はい、いいですよ。はい、いいですよ。はい、いいですよ。请看下面的句型。动词的提醒加はいけません。手はいけません。不可以、不行、不准。或者是手はダメです，也是一样的意思。我们看第一个例题。ここでタバコを吸ってはいけません。ここで在这里タバコ香烟吸ってはいけません。不可以抽。吸って是吸います的提醒，不可以在这里抽烟。请跟自己老师念过一遍。ここでタバコを吸ってはいけません。ここでタバコを吸ってはいけません。ここでタバコを吸ってはいけません。请看第二个例题。美術館の中で写真を撮ってはいけません。美術館、美術館。の的中で在里面写真照片撮って是撮る撮ります的提醒撮って拍的意思撮ってはいけません不可以拍不可以在美术馆里拍照请跟自己老师念过一遍美術館の中で写真を撮ってはいけません美術館の中で写真を撮ってはいけません。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 请看第三个例题。このアパートでペットを飼ってはいけません。このアパートで、在这个公寓。アパート是公寓的意思。ペット是宠物。買って、原型是買う。買います。提醒、買って、是養的意思。買ってはいけません。不可以養。不可以在公寓養宠物。请跟自己老师念过一遍。このアパートでペットを飼ってはいけません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 。请看第四个例题。教室で携帯を使ってはいけません。教室で